エトルフ水道エトルフ水道は、千島列島の南千島北端であるエトルフ島と北千島南端である、ウルップ島を隔てる幅約4 0トルの海峡である。1643年、オランダ人の地理学者、マルチン・ゲルリッツ・エン・フリースが、ヨーロッパ人として初めてこの海峡を発見し、後年フリース海峡とも呼ばれることとなった。年の日新条約ではこの、 海峡を日露両国の境界と定めた。1875年のカラフト、千島交換条約により北千島が日本領となり、両国の国境ではなくなった。1945年のソ連の千島占領、並びに1952年の日本の千島、領有権放棄1956年の日ソ共同宣言以降は、日本政府は、北方領土は、 日本固有の領土であるとして返還するよう要求しているため、日本の地図上ではこの海峡に国境線が記述されている。水深も1300メートルと深く、オホーツク海から太平洋へ出るための交通の要衝の一つである。温帯と亜寒帯との境であり、エトルフ島より北の島には紅葉樹林が見られなくなるなど、植物学上の分布境界線がある。 ありがとうございます。